今夜、ロカ・アサミズ荘は、大正十年日本画家山本春居の別邸として、琵琶湖のあぜに建てられた近代和風建築である。所有者は、宗教法人基温寺。平成六年に、国の重要文化財に指定された。ロカ・アサミズ荘は、琵琶湖の西岸に位置する。山本春居がこの土地を購入したのは1914年で、1921年に、 本屋が上等された。敷地はかつては、琵琶湖に直接面しており、敷地東端には、船着き場が残っているが、その後、湖岸が埋め立てられ、湖岸道路が開通して、王子の景観は失われている。敷地の南面、西寄りに表門を設け、主要な建物は、敷地西側に立つ。表門を入ると、本屋があり、その東に、中庭を挟んで、離れが立つ。 本屋は、居室部と炊事場からなり、当面北寄りに茶席、竹の間が突出する。2階には、画室と応接室がある。離れは北に11条の広間付き、南に6条の仏間があり、当面から南面にかけて畳廊下を巡らす。東北隅に、茶席、砂工亭が接続し、その西に、駒の書斎、無人像がある。南西隅には、茶席、 残月の間が付属する。残月の間の南側には渡り、廊下が乗り折れに東方へ伸び、自物堂へ達する。また、本屋の北方、敷地の北西宮近くには土蔵が立つ。敷地東側は月山と流水を伴う庭園で、前述の自物堂のほか、茶室、東屋などが建てられている。露河朝水荘は、大正期に営まれた別荘が、庭園や、 付属建物とともに良好に保存されており、土地を含めて重要文化財に指定されている。月や作りを基調とした建築は各所に茶席を設けるなど遊び心があり、衣装、広報ともに優れている。以下の建造物6棟及び土地が国の重要文化財に指定されている。露化浅水層においては建造物と共に土地も重要文化財に指定されているが、 現状変更に伴い、指定対象の土地の一部が2011年11月29日付で重要文化財の指定を解除された。重要文化財に指定されている土地の面積は1994年の指定当時は1230平方メートルであったが、上日の一部指定解除後は1032平方メートルとなっている。ありがとうございます。